先月の参議院選挙を受けた臨時国会がスタートし、各党の新人議員らが初登院しました。15分前だから非常に常識的だと思って来たんですけど、誰もいないの。びっくりしました。水色カラーで当選しましたんで、当分は水色議員ということで行きたいと思います。これから政治家として、まだ真っ白なキャンバスなので、真っ白だからこそできることというものがあると思うんです。国民の皆様の一人一人の夢や希望、そういったものをきちんと描いていきたいなと思っております。これまで取材する側だったので、ちょっと不思議な感覚なんですけれども、やっぱりだけど本当に今日から始まるんだっていう実感、それから本当にこれから頑張んなきゃなっていう、そういう気持ちですかね。参議院に杉尾ありと言われるように、なりたいし、ならなきゃいけないと思ってます。